新州12号は2021年6月17日に打ち上げられた中国の宇宙船。これは中国による7回目の有人飛行であり、新州プログラムにおける7回目の有人飛行である。宇宙船には人民解放軍宇宙飛行士団の宇宙飛行士3人が乗り込み、中国の宇宙ステーション天宮の最初のモジュールである天稲コアモジュールに向かい、 三ヶ月間のミッションを遂行した。新州の宇宙船、新州12号は当初新州11号に続き、実験中の天宮2号を宇宙ステーションへの2回目の訪問ミッションとして計画されていた。2016年、天宮2号への2回目のミッションの計画は中止され、現在一つのモジュールで構成されている、天宮空ステーションへの最初の乗員が乗った。 新州ミッションとして計画し直された。このフライトは、2022年の建設終了までに4回の、乗員が乗船するミッションの最初のミッションとなる。調整2号 F とともに、中国のゴビ砂漠から2021年6月17日に打ち上げられた。約6時間半のフライトの後、中国の宇宙ステーション天宮に到着した。 2021年6月17日7時54分に天なコアモジュールにドッキングした。乗員は10時48分に天なコアモジュールに初めて入った。機械アームの操作や船外活動などを行い、宇宙での長期滞在、資源のリサイクル、宇宙飛行士の生命維持など一連の重要技術を検証するとされた。約3ヶ月の軌道滞在中に2回の宇宙遊泳が、 予定された。新州13号は救助活動の可能性に備え待機する。7月4日と8月20日に予定通り2度の船外活動を行い、9月17日に内モンゴル自治区に帰還した。上院は2021年6月16日の記者会見で公に発表された。ありがとうございます。